サムちゃん、おはよう。今日ね、初めての人来るよ。ちゃんとおもてなしできるかな。おたちゃん、今日ゲスト来るよ。おもてなしできる？ちゃんとちゃんとおもてなししようね。そろそろ来るってよ。眠そうやね。サモちゃん、おお、仲いいね。なんかおかえり。お待たせした。お？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 女の子やからか。どうぞ。あれ？爆発さんです。決まりました。決まりました。爆発さんです。なかなか若い。僕と年の差が15だそうです。うわ、すごいね。もう、あ、サモちゃん慣れるの早いね。ネギも入れちゃう？匂い嗅いどけ。あ、そう、女子の匂いを。どう？女子。あ、そっか。女子やね。え、何が嗅いどけたの？手が痒くなる。え、何で？タコアレルギー？いや、違います。え、なんでだろう。タコアレルギー、痒くなったらタコアレルギーじゃない？でかすぎるよ、タコ。え、でかいですか？めっちゃちっちゃくていいよ、切ろうか、私。はいはい。200作った？うん、200で、とりあえずいっぱいじゃない？お願いします。うん、あ、それでいいよ。あ、私何したらいい？え、卵2個入れた？うん、入れた。カオスやんね。600入れた。みんな楽しそう。じゃあ、私ね、私どうしようかな。あちし。あちしは、はい、まぜまぜは似てよったよね。え、まあ、YouTube で見てる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 。ファンや。ファン1号やな、来たのは。私、ガチでね、ファンって。うん、ファン聞いてくれてるよ。大ファンらしいよ。予習してきました、部屋の構造。やばいよね、やばいよね、これは。部屋の構造って、しかも中入ってきとるで。ちょっと、どうする？やめ。どうする？怖いぞ、これは。明日いるかな、君たち。大丈夫？サメホタ取れるの？そう、朝起きたらいなかった。失踪事件、サメホタ奪っちゃおうかな。うん、おっ、しっかりマネージャー、しっかり。はい、旋回。あ、これカラー剤なんで。ここまで切ってるの、これ。こっち切ったの？あ、そうそうそう、うん、あの大きいと同じ切って。あ、そういうこと？はいはい。え、めっちゃダマなんですけど、こ
今日はたこ焼きです。あ、天かすか、これ。あ、天かすじゃないよ。違うよ、天かす入れてないよ。ちょっと待った。ウインナー、ありがとう。これ天かす入っとるやん、うん、あ、これで終わっちゃったんか、うん、そういうことね。で、ウインナー原型ありますけど大丈夫。ウインナーまだ切ってませんから。原型あります。あのさ、解凍したら豚肉もさ、細かく切ってさ、入れちゃえば。納豆買ってない。納豆あるよ。あれ悪くなっちゃう。うん、どうしようかな。楽しそうやね、みんな。金魚？金魚？みんな楽しそうやね。サムちゃん今日足短いよ。ほら。ほら。ほら。すごい強いね、あの後輩くんは。暇はダメだよ、そう、暇はダメ。そう、うん、いいね。ワンツーワンツーワンツーツーツー、はい、ダメ。あ、怖いんか。おいで。何が怖いの？私がです。え、まだ多分ビビってるよ、さすがに。でも様子見で遊んでるもん、様子見で。この人は大丈夫かも。そう、大丈夫かな。あんたはあんたはいいの？もう隠れたりするんで。あ、来ないの？ダメ。あ、サムちゃんちょっとびっくりしてる。はい、まだびっくりしてる、サムちゃん。あ、でも近づいていく、近づいていく。うん、かわいいね。大丈夫よ、サムちゃん。サムちゃん、そうそうそう、そうそうそう、うん、そう。おー、ご飯食べる？ご飯食べる？やばい、マヨネーズがない。うん、レザー、これ混ぜる？サムジ、あ、こっちは混ぜない。女の子でしょ、女の子はそんなに女の子でしょ。ないです。美味しそう。ほら、美味しそうやん。そう、よくわかったね。サムちゃんどうしたの？いい匂いがした？ごめん。